皆さんこんにちは。編集担当のアスムです。ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドシャイニングパールの発売がいよいよ来週に迫りました。そんなポケットモンスターブリリアントダイヤモンドシャイニングパールに発売前の異例の大型の更新データが配信されたようです。ということで今回のゲームニュースは、ポケモンダイパリメイクは発売前の大型アップデートでコンテンツを大きく追加する異例の手法採用。記事はオートマトンより引用しています。任天堂は11月10日ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドシャイニングパールの更新データを11月11日より配信開始すると発表した。発売前の大型アップデートによりコンテンツを追加するという異例の形式が取られている。ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドシャイニングパールは2006年に任天堂 DS 向けに発売された RPG ポケットモンスターダイヤモンドパールのリメイク作だ。対応プラットフォームは任天堂スイッチ。リメイク版では懐かしの見下ろし視点はそのままに、最新技術にて新奥羽地方が描かれる。フィールド上は頭身の低いキャラが動き回る原作準拠仕様。一方でバトルでは頭身が高いキャラたちが戦う 3D の躍動感ある戦闘が描かれる。ゲームスタジオのイルカとゲームフリークが共同で開発を進めている。本作の発売日は11月19日。発売1週間前に更新データバージョン 1.1.0 が配信されるという、ポケモンシリーズとしてはかなり変わった手法が採用されている。同アップデートとしては殿堂入り後の要素が解禁。この中ではリメイク版にて新たに導入されるハマナスパークの実装も含まれている。またゲーム内にムービーと演出が新たに追加。起動時のタイトルデモやエンディングを含んでいるといい、かなり重要な変更となりそうだ。その他、地下大洞窟やスーパーコンテストショー、ユニオンルームでローカル通信、インターネット通信を使った機能も更新データバージョン 1.1.0 のインストールによって可能となるようだ。必要容量は 3GB と巨大で、そのスケールがうかがい知れる。興味深いのはクリア後のやり込み、コンテンツやムービー、演出といったゲームの根幹に関わる要素に手が入れられていること。あくまで推測に過ぎないが、これは製品発売前のリークへの対策と取れそうだ。ポケモンは世界的人気コンテンツであり、情報価値が高い。そして発売においても多くの人々が携わる。それゆえにどれだけ厳重に警戒してもリークが発生してしまうというのが現状だった。ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドシャイニングパールについてもリークが発生しているとの報告が出回っていた。一方でそうした出回っているゲームについてはビジュアルや演出面に欠けがあるとも報告されていた。果たして実際に情報がリークされているのか、そしてリークされたバージョンで演出に欠けがあるのか、確認しょうがないものの、更新データバージョン 1.1.0 をもって正しく製品版となるのは間違いなさそうである。なおアップデートによるコンテンツ追加は発売後も予定されているようで、マイニンテンドーストアでも発売後に予定しているアップデートでユニオンルームの最大人数の拡張と挨拶やボールデコの機能を追加予定。ことぶきシティの施設 GM ステーションでの通信交換、ポケモンセンター内のコロシアムの機能についても発売後のアップデートで追加予定と記されている。現代では多くの家庭でインターネット環境が導入されているとはいえ、ここまで更新データの適用を前提とするシングルプレイゲームはポケモンシリーズとしてはかなり異例。リークやネタバレを対策するにあたってはインターネットを駆使せざるを得ないので、ある種納得感もある。発売約1週間前の11月11日をコンテンツ追加日として指定しているのは
メディアやインフルエンサーなどのレビューを考慮してのことかもしれない。いずれにせよ、発売前に大型の更新データが配信されること以外はあくまで推測に過ぎない。ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドシャイニングパールがどのような内容になるのかはゲームをプレイして確かめるのがいいだろう。ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドシャイニングパールは11月19日に発売予定だ。以上が記事の内容でした。それではここでネットの反応を見てみましょう。発売日前なのに更新データが出るのは何か重大なバグがあるのか、それとも発売日前に入手した特別なプレイヤーに向けてなのか。前者とは思うが後者の悪い憶測をしてしまう。言われて気がついたけどこれ発売前にアプデ配信するんやわら。フラゲ対策って騒がれたのはたまたま？たまたまゲームカード生産に追いつかなかったってだけ？それはそれで偶然すぎるわろた。すでにハックされている任天堂スイッチを守るための対抗手段は任天堂アカウントを通じての BAN なので、対策ソフトはゼロデイパッチが常習化するんだろうな。 3GB は重いけど。ガイパリメイク発売直後は通信2人まで、おそらく交換と対戦で、その後のアップデでわちゃわちゃ遊べるようになる感じか。ただ図鑑梅の交流だけになるかもと覚悟していたが、期待してもいいかな。なんで発売してないのにバージョンアップで事前に出るのって疑問に思うだろうけど、これはフラゲ対策一環で、出荷ロムはバージョン0.9で出てるらしい。フラゲ防止交流のもっとやってほしい。公式でアナウンスあったけどフラゲ対策っていう文言はさすがに載せなかったなわら。確かにそういう世界があるっていうのを知らない人たちにわざわざ認知させる必要はないけど、あくまでも機能追加したってのが表向きみたいやな。一瞬もう発売したのかと勘違いした。製品に収めるのは間に合わなかったけど機能的に必須だったってことなのか、あるいはカートリッジのメモリ容量を安く抑えるために容量オーバーの機能やムービーを後から落とす方式にしたのか。発売前に更新データ、コロシアム機能、伝説のポケモンがもらえる。発売日にダウンロードが集中するのを避けるためにあらかじめダウンロードが生まれたけど、ポケモンの初回更新データ3ギガバイトはあらかじめダウンロードした状態のまだ起動できないソフトに適用される感じなのかな。発売1週間前にアップデートが配信されているというちょっと不思議な状態。買ったらまず更新してね&容量すけといてねってことかな。以上がネットの反応でした。いよいよガイパリメイクの発売が来週に迫りましたね。私はガイパ世代なのでぜひとも購入したいところです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録グッドボタンお願いします。あゆなのゲーム実況もありますのでそちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。